STV ラジオ北海道100年物語傑作選、毎週土曜と日曜の午後5時からは、予定を変更してこれまでに放送させていただいた北海道100年物語を傑作選と題してお送りしています。今日は2018年8月にお届けした作品です。近年、日本の漫画は絶大な人気を集めており、世界の漫画の実に4割ものシェアを占めるといいます。その日本において、昭和30年代から50年代にかけて一コマ漫画で一世を風靡した漫画家がいました。彼の名は大場浩。その温かくほのぼのとした作風は、多くのテレビ CM や商品の表紙絵に使用され、没後30年を経た今も根強いファンに愛され続けています。生まれ故郷北海道で育まれたおおらかさを生涯にわたって作品に表した大場浩の漫画家人生をお送りします。一口に漫画といっても、その表現形式にはいくつかの種類があります。最も一般的なものが、1ページを数コマで分割し、数ページにわたってストーリーを綴っていくコミック漫画。ミニストーリーが1ページの中で完結する1ページ漫画。サザエさんなどの4コマ漫画。そして、1コマのみで描ききる1コマ漫画などがあります。戦後から昭和50年代にかけて、漫画といえばこの1コマ漫画が主流でした。その一コマ漫画家として、テレビの普及とともにお茶の間で人気を博したのが大場浩。見る者すべての心を和ませる不思議な画力、それに加え彼自身もユーモアたっぷりな人柄で、多くの国民を魅了した存在だったのです。大場浩は大正10年、札幌で料理屋を営む両親のもとに生まれました。いつも忙しい両親の背を見て育ったためか、幼少期は自分の意思を伝えるのが苦手で、そんな浩の唯一の表現方法が絵を描くことでした。ひょうきんな性格の主人公が、今にも動き出しそうに生き生きと描かれた絵は、まさに内気な自分自身の理想とする姿だったのです。いつ見てもうまいな、ひろしくんの絵は。早く次の漫画読ませてよ。そんなひろしも小学校高学年になると進学を考え始めます。師範学校を受験しなさい。お前の成績ならいけると思うぞ。北海道教育大学の前身師範学校は、道内唯一の官立学校で、学費が免除されるという特典がありました。ところが、その夢が無残にも打ち砕かれる悲しい出来事が起こります。父が突然倒れ、亡くなってしまったのです。さらに不幸は重なり、ひろしの幼い弟たちも病で他界し、家には母とひろしだけが残されました。ひろしは母を助けるために師範学校の夢を諦めざるを得ず、高等小学校を卒業すると、市内の草履店にでっち奉公に入りました。進学できないのなら、せめて絵描きになりたい。絵に関わる仕事がしたい。しかし、貧しい生活の中では叶うはずもなく、また絵がうまいといっても子供の展覧会で銅メダルをもらった程度、ずば抜けて特別の才能があるというわけでもありませんでした。やがて終戦を迎え、陸軍に所属していた浩は母のもとへ帰り、一から出直しとなります。仕事を見つけることすら難しい終戦直後の混乱期、偶然見つけた新聞の広告に、北海道新聞の発送業務に携わるトラック運転手の募集欄を見つけ、飛びつきました。新聞か。しかも北海道新聞といえば一流の新聞社だ。ここで絵の仕事ができたらな。あ、もしもし、図案家に入りたいんですが、絵は得意なんです。図案家はただいま満席でして、募集しているのは配送係なんです。
図案とはデザインのこと。当時の新聞はカット絵を頻繁に使用しており、それが記事をより見やすく面白くする効果を生み出していました。生活のために贅沢は言っていられないな。23歳のヒロシはやむなく新聞配達のトラック運転手として就職。しかし忙しく取材に飛び回る記者やカメラマンを間近で見るうち、抑えていた思いがムクムクと湧き上がってきました。彼らのように充実感が得られる仕事をしたい。どうすれば絵描きになれるんだろう。そこで片っ端から社員を捕まえては、図案家に空きが出たらお願いします、カットも素早く描けるし写真だって撮れますと、自作の絵を配って売り込みを行いました。こうした涙ぐましい努力が功を結び、図案家に空きが出たとの吉報が届いたのは、トラック運転手として北海道新聞社の門をくぐってから4年後の昭和24年。ここから大場ヒロシとしての絵描き人生がスタートすることになったのです。いいか、ここでは絵が描けて当然。何より要求されるのは記事にふさわしい絵を描くセンスとスピードだ。わかったな。 はい、頑張ります。仕事の内容は日々の出来事や戦後社会の世相を伝える記事の挿絵、いわゆるカット書き。それまでは自己流だった絵のデッサンもここで基礎から学ぶことができ、ヒロシにとっては毎日が新鮮で驚きの連続でした。政治家の記事ならそれに合わせて時には人物が交わす会話も必要だ。文章は君の感性で考えて決めなさい。ユーモアは彼にとってはお手の物。記事の内容に合わせてくすりと笑えるようなカット絵を描き、皮肉の効いた会話も入れる。その天性の才能はすぐに社内で評判になりました。図案家に入った頃はアメリカ軍 GHQ による新聞記事の検問があり、一度決めた記事も修正の指示が何度も入りました。その都度翌朝の新聞に間に合うよう手直ししなければならず、もはや昼も夜もありませんでした。夜打ち朝がけと言われる新聞業界で書いて書いて書きまくったヒロシについたあだ名は臨天気。おい臨天気、ネタが飛び込んできた。おお、急ぎで頼むぞ。よし来た、任せたかい。一晩に50枚以上も書いたという伝説の早書きと、アイデアの宝庫に肩を並べられる社員は一人もいませんでした。この手早さとユーモアあふれる挿絵が大場漫画の原点となっていくのです。戦後の苦しいこの時期に僕の絵で読者がほんの少しでも和んでくれれば。ヒロシはこれまでの人生で味わったことのない充実感を体いっぱいに感じながら精力的に描き続けました。この頃から自分の時間を探して漫画家としても活動を開始。デザイナー集団の青年美術家協会の創立に参加したり、北海道庁の広報誌のカットも依頼されました。札幌で漫画の地位はまだまだ低い。漫画の素晴らしさを多くの人に知ってもらおう。漫画家大場ヒロシの名が有名になってくるにつれ、彼は札幌在住の漫画家志望の若者たちを誘い、積極的に絵の展覧会を開くようにもなります。その一方で力試しとして中央の公募展にも応募。昭和26年には画家志望者の登竜門二科展漫画部で初入選を果たします。やったぞ、俺の絵が認められた。続いて2年後、日選美伝でも入選し、さらに昭和31年には二科展漫画部で再入選を果たします。もしかしたら俺の絵は東京でも通用するのかもしれない。だが通用しなかったらどう生活する。ああ、東京で勝負がしてみたい。この前年の昭和30年、ヒロシはカルチャースクールのデザイン画講師を務めた際に知り合ったユリ子と結婚したばかりでした。自分の腕を試すか、今の暮らしを守るか、悩みは深まるばかりでした。
ヒロシが漫画家として札幌で頭角を現し始めた昭和30年代は高度成長期の真っ盛り。東京では通勤途中のサラリーマンを相手にした週刊漫画雑誌が次々と創刊し、大人向けの漫画ブームが到来しました。いいなあ、東京は漫画の最前線だ。大場くん、プロの漫画家を目指すなら東京で勝負しなければダメだ。先輩漫画家たちは皆上京を進めましたが、なかなか踏み出すことはできませんでした。でもこんな中年に果たして東京で仕事があるものなのか。今は毎月それなりの給料を手にし、ボーナスもある。それを全て捨ててフリーの漫画家でやっていけるのか、悩みに悩んだ末、ヒロシはついに決断を下します。漫画で失敗したら何でも仕事を見つけて稼げばいい。もともと童心だってトラック運転手から始めたじゃないか。翌日、ヒロシは会社に退職願を提出し、仲間たちに深々と頭を下げました。迷惑かけて申し訳ありません。でも自分の力を東京で試してみたいんです。すると意外な言葉が返ってきました。いつでも帰ってこいよ。ふるさとを忘れんなよ。みんなお前の活躍を期待してるからな。頑張ってこい。汗水流して共に仕事に励んだ仲間たちが温かい言葉で背中を押してくれたのです。よし、やるぞ。絶対に成功してみせる。こうして昭和33年、36歳の大場ヒロシは家族と共に東京へ向かったのです。しかし勤め口を見つけようにもどこも不採用の連続。都会はそれほど甘くはありませんでした。そうするうちに妻は新しい命を身ごもりました。嬉しい反面責任も重大。今は退職金で食いつないでいるものの、これから生まれてくる赤ん坊と戦後のような貧しい暮らしに逆戻りする可能性だってあるのです。やっぱり俺には無謀な挑戦だったのか。焦りは日に日に募っていきました。そんな時、漫画家の井崎和夫から有益な助言をもらいます。井崎は一流漫画雑誌の漫画特本の常連作家になっていて、ヒロシに状況を強く勧めた郷里の先輩でもありました。絵が上手いだけじゃダメだ。そんな奴東京には山ほどいる。他の漫画家と同じように描いても大場ヒロシという漫画家は注目してはもらえない。自分だけの持ち味をどう生かすか、全ては君次第だよ、大場くん。個性で勝負か。新聞社時代に培った経験で、一コマ漫画の命ともいえるアイディアの卓抜さには定評がありましたが、それだけに満足してはいけないことを思い知らされたのです。一目で大場ヒロシだとわかる絵と線が必要だ。厳しい家計をさらに切り詰めて、ありとあらゆる画材を買い集め、片っ端から個性を模索する日々。その中でたどり着いたのが、クレヨンの一種、コンテという画材でした。木炭より硬く、鉛筆より柔らかいコンテで引いた線には、独特の温かみが現れることが分かったのです。俺の画風にぴったりだ。これでやってみよう。相性の良いコンテで、いつしかふんわりした曲線で描く独特の大場タッチが確立されました。これこそ唯一無二のオリジナリティとなったのです。こうした努力と苦労が実り、月刊雑誌に漫画が採用されたのは、上京から1年後の昭和34年、掲載雑誌は漫画家なら誰もが憧れる大人気雑誌の漫画特本。さらに幸運は続きます。時は折しも週刊誌の創刊ブーム。新聞には載せられない下世話な話題を週刊誌に掲載するため、政治家と芸者の仲睦まじい様子や世相を皮肉った風刺画など、ユーモアたっぷりの挿絵を描ける人材が必要になったのです。